まあちょっと言い方悪いですけど臭いんすよ、もう熱気ですごい大胸筋でしたよ。賀来さんは近くで、竹内さんのアクションシーンご覧になってどのように思われましたか？いやすごかったですよ、本当に暑かったんですよ。撮影場所が本当に密室で狭くて、エキストラさんも100人以上いましたね。で竹内さん何人ぐらいいましたか？もう結構いましたよね。300人ぐらいなんだっけ？なんか、まあ、格闘技場は100人から100人ぐらい、ね、格闘技で、まあ、ちょっと言い方悪いですけど臭いんすよ、もう熱気で男たちのあります、ね、の中本当にノースタントで全部自分でアクションして、しかも1日に何試合ってねやってたのをただ僕は見てただけ応援してました。とにかく大変、生きて帰ってこいといいシーンだったと思います。そこも本当に見どころです。河合さんもいかがでしたか？目の前でさんのアクション、はい、いや本当にそうですね、地下格闘技場で目の前でこう試合のシーンを撮られてるんですけど、なんかそのリングの中がこう本当にちょっとこう神聖な場所に感じるというか、相手の選手役をやられてる方も本当にいろんな各種格闘技をやられてる選手の方だったりして、本当に私たちはもう声を出して応援するしかできない、何かこう気軽に手出しができないような気迫が本当にすごかったですね。今回竹内さんとの撮影はいかがでしたか？いやすごい大胸筋でしたよもうね、現場でねずっとほぼ上半身裸じゃない？そうですね。もうねこうやって歩いてるんですよ。なんか違う、そういうシーンだからです。あ、そうなの？そうですよ。なんかこいつ変だなと思いながら見てたんだけど。いや、おかしいでしょ。まあでもね、相当ストイックにやってましたよ。それはもう非常に印象的ですね。お弁当みたいな自分で持ってきてね、なんかもうかわいそうなぐらい、なんていうの、ささみみたいのね食べてるんですよね。大丈夫？大丈夫です。もう回復しました。ちょっと元気になったもんね。元気になりました。もう結構痩せてたしね、減量してたんだよね、あれ。そうです、そうですね。かなり食事制限もピークに向けて、撮影の重要なシーンに向けてピンポイントで調整されたと。そうですね、95年と2005年の間が、1週間という短い間で、そこを利用したのと、内容的にも桐生が一度10年間これ、いや言っていいんですね、あれ10年間あそこに入るの言っていいんですよね。そうです。そう、10年間刑務所に入るという設定だったので、ビジュアルの部分っていうのはすごくどうしようか迷ったんですけど、やっぱり10年間その、ね、牢屋に入るっていう、過酷さとそういうものを表現したくて、減量という形を今回取ったんですけど、はい。